ございます。ザリガニ親父が今日も行徳は駅前公園からバイリンガルで皆様にコミュニケーション上の重要なポイントをお伝えいたします。今日は3月2日水曜日、バイリンガルでお伝えいたします。今日はですね、モチベーションを維持するためにというシリーズで今週やってますが、こういうテーマにします。創意工夫をすることによって今やってるものの深められるということですね。はい、私はですね、今日はちょっと趣味でお話しますが、メインの趣味はですね、起きがけのヨガ、月 1、2回の空手、毎朝やってる連行早朝太極拳、この3つがありますが、いろいろとですね、他の流派も見てきてますから、今やってるのが一番いいなと自信を持ってやってます。はい、じゃあですね、ヨガからいきましょう。ヨガはですね、私が20代にですね、日本にヨガを持ってこられた沖正弘先生にお茶の水のある会場で出会いました。あー、ヨガいいですね。そっからヨガのが始まりました。私の人生、ヨガ人生ですね。次にですね、大学に入ったらですね、出会ったのがですね、船越義珍先生の系統服ですね、直系の流派に出会いました。小東会と言います。船越義珍先生の空手です。3つ目ですね、今終えましたこの陽明寺24式太極拳というのも、これは古い、まあ、伝統的な陽明寺流24式太極拳なんですが、はい、初めからいきますね。沖正弘先生の、私の今やってるヨガはハタヨガというんですが、私が行ってるスポーツクラブではですね、他のいろいろなヨガを体験できます。ハタヨガ以外にですね、私は結局この年になって一番自分の体に合うのはハタヨガからちょっと派生してですね、マッコウホなんかも取り入れてます。これが一番かなと思ってます。私の年に合ったですね、ヨガですね。2つ目の空手ですが、私は過去にですね、肩空手の他にやってみようということで、新大久保のですね、ボクシング、競泳ボクシング10年やりました。10年、プラスですね、格闘ですね、フルコンタクトの極真会系の空手もですね、数年やってみました。フルコンタクトですね、ボクシングとですね、フルコン空手をやってみてですね、今私がやってる空手の良さを分かりました。このまま、年取ってもできる空手ですので、死ぬまでやるだろうと思います。3つ目のですね、陽明寺の太極拳ですが、これもですね、陳式太極拳とか他の太極拳もやってみたんですが、これもですね、私の年になった時に一番いいなと思って、この24式陽明寺太極拳をやってます。はい、今日の結論です。いろいろと他の流派、他の類似したものも見る中で、今やってる自分のものが本当に合ってるなと、これを深めたいという信念ができてきますので、どうか皆さんですね、何かやってる方はですね、仕事でもそうですけども、他をも見てみることが重要です。それがですね、いつまでも続けられるモチベーションになっていくと思います。モチベーションはですね、いろいろと他も見て、胃の中の蛙にならない探求力が重要だと思います。はい、今日はこの辺りにしておきます。さようなら。